IBM5110 コンピューティングシステムは IBM が1978年に発表したポータブルコンピュータで IBM5100 ポータブルコンピュータの後継機種である。IBM5110 は以下の3つのバリエーションが作られた。IBM5110 は IBM5100 発表の3年後である1978年1月に発表された。 主な違いは、フロッピーディスクドライブ、IEE-488、RS232 など、より多くの入出力装置のサポートと、IBM マシンと互換性のある、文字コードである EBSDIC である。これらの改良により、5100とは、部分的な非互換性が発生した。5110は、色は異なったものの、CPU の IBM パーム、キーボード、 1024文字の表示画面など5100と同じ構成を持った。メインメモリはユニットによって16、32、48、または64キロバイトの容量だった。別売の磁気テープ装置やディスケットを使用することで、モデル1はテープカートリッジあたり約20万4000バイト、または1枚のディスケットあたり1200万バイトの情報を保存できた。 モデルにはディスケットのみが使用できた。最大で2つの IBM5114 ディスケット装置により、それぞれ最大2つのディスケットドライブを格納でき、5110は合計で480万バイトのオンラインのディスケット容量を接続することができた。モデル3は外付けの1つの IBM5114 ディスケット装置のみが使用できた。 オプションとして、IBM5103 プリンター、IBM5106 補助テープ装置、IBM5114 ディスケット装置が使用できた。パンクストアウニーエレクトリックリペアの副社長である、ジェフ・グラブは、最初の IBM5110 を1978年2月2日に受け取り、彼の新しいシステムの使いやすさについて、もしあなたがタイプができて電卓を使えるならば、 5110を操作するために必要な技術のすべてを持っていると述べた。5110用のソフトウェアは、ロチスターのグローバルソフトウェアデベロップメントチームにより、設計され、GSD の伝統的な商用市場用を適切に、正面からターゲットとした。このマシンのおそらく最大の驚くべき要因は、コンセプトから製造までわずか90日間しかかからなかったことである。 この奇跡的な短期間は後に IBM PC の開発で同様のことを行ったビルローのタスクフォースのメンバーであったビルサインズの管理の下で達成された。5110のソフトウェアはビジネスシステムとして小規模ビジネス向けの会計ソフトウェアをバンドルした。IBM5110 モデル3は IBM5120 コンピュータシステムとしても知られ、5110の デスクトップバージョンであった。5110は1982年3月に市場から販売停止となった。ありがとうございます。